新台は神パチ。はい、皆さんおはようございます。神谷玲子です。さあ本日はですね、スマパチ第1弾の E セイントセイヤ超流星クライマックス3-4球を打ちに水戸屋水道橋店さんにお邪魔しております。はい、話題のねスマパチ第1弾ということで、まあ、あのピークと比べて変更点いろいろあるんですけども、やっぱりスマパチとなって、新機能として搭載されました C タイム、こちら、ね、なかなかすごい仕様となっているということなので、そちらは実践中に、ね、しっかりと説明させていただきたいなと思うんですけども、まあ、スマパチの出玉感、そして、C タイムの素晴らしさ、そしてセイントセイヤの楽しさをしっかりと皆様にお伝えできるように本日は頑張っていきたいと思います。それでは早速実践スタートです。さあそれでは打っていきたいと思います。ということでね、スマパチ触るの私も初めてなので、ちょっとお金を入れるところから。お金入れたら貸し出しボタンを押しますよと。そうするとここにね125っていう感じで、弾が入りますので、もうこの段階で打ち出すことが可能と。で今125弾からどんどん減ってってる。不思議な感じ。まあね、手を汚さず弾に触れることなく遊戯できるっていうのはかなり快適なんですけども、そんな感じで続けていきたいと思います。今日ね朝一にちょっと取ることができなくて、一桁だった番号の人たちでも、はい、全部取られておりました。なので待ってやっと取れたという感じです。60ちょっと回した状態からのスタートとなります。さあじゃあちょっとねスペックの方を紹介させていただこうと思います。こちら大当たり確率が、約 348.6 分の1の1種2種混合機となっております。ラッシュ突入率は約 52%、 そしてラッシュのトータル継続率は約 85% となっております。まあ、本機は、スマパチということでですね、大当たり確率のこう加減が350分の1まで可能になりまして、まあ、この機種は、ね、348分の1なんですけど、約349分の1か。そのおかげでですね、初当たりの出玉、こちらが、振り分けとして 30% で、3000玉の出玉が取れますよと。まあ、そこが変わった点、そしてもう一つが、スマパチ新機能となる C タイムというものがつきました。で C タイム、まあ、クライマックスチャンスというんですけども、それは何なのかと言いますと、1回転で約 19.1% でラッシュ獲得となるチャンス、まあ、約5分の1っていう考え方でいいですかね。その1回転のチャンス、お、急にハーデスステージめちゃめちゃ熱いチャンスが来ました。すみません、喋ってる最中に。大チャンスですね、これは。さあ、疑似さん、これ疑似さんでもまあまあね、チャンスではあるんですけども。ちなみに今回、期待度、信頼度なんかは一切出てないので、ちょっとその辺は詳しくお伝えできないんですけども、とにかくハーデスはチャンス、大チャンス。コスモー。そしてギミック出ましたね、この役物が出て。さあ、おロッドクロス役物も落ちまして、ここから消えて、もう注目演出がすごい出てますね。はい、これで天満流星予告入りました。もういかなるタイミングというかね、いろんなところから発生する可能性あるんですけど、注目演出の一つ発生しました。さあ急に暑いですよ。いやー早速いけたのか。さあ冥王行きましたけども、ここでキャラが3人いるんですけども、ハーデスが出てきたら大チャンスになります。でここタイトルテロップ注目です。もう赤系出ただけで大チャンス。あ、タナトス
どうかな。あ、ただ3点敗だ。あ、待って、そうですよ、3点敗はかなりチャンス、当たればしかもラッシュ濃厚となります。え、お願いします。でもチャンスアップ何も出てないですね。最後に日時計のボタンとか出るともう当たり濃厚となります。いやー、え、あ、すぐ、あい、ちょっと待って、今ちょっとテンション上がっちゃったんですけど、ボタンバイブはデフォルトです。はい、ハーデスのところで、え、ちょっと待って、え、やだやだやだ、あ、うわー、最悪だ、出だしかな、熱いの決めれませんでした、あ、悔しい。なんかでも赤い骨が元出て、いや、当たってもおかしくない今のは、ハーデスは大チャンスなので、まあ、一応キジさんまで行って、さあ6図柄、ちなみになんか図柄法則も結構ありますので、6図柄の場合はハーデス系に、さっきみたいなハーデス系 SP に行けば大当たり濃厚となります。さあここから焼き物が落ちてくれば後半に発展するんですけど、あ、来ましたね、後半発展、これ結構チャンスです。プチューしたんで来ますよ。テーマ流星予告、また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 注目エース出ました。さあここからゴールド系に行くのかハーデスに行くのか、ハーデス系 SP に行くのか、でもまあゴールド、そうですね、後半発展なので、ただ天馬流星経由してるんでかなりチャンスで、赤テロップも出てるのでこれあるぞ、むしろさっきよりあるんじゃないか。あらあら、おっしよ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 し、マジか、おー、やりました、おー、まだ打ち始めてすぐです、2500円、イエーイ、当たりました、嬉しい。さあということでここから超流星チャレンジ入ります。でここの色がね、一応突破期待度というかシサーなんですけど、青かで一番最初なんで、あと告知じゃない、バトル告知からいきたいと思います。さあじゃあまず打っていきます。まあ、超流星チャレンジなんで3種類の演出から可能、選択可能で、私はバトル告知を選びましたよと。まあ、これ撃破できればラッシュ突入なんですけど、初回とりあえず450玉お願い、この後か、もう一回いきます。いやでも大丈夫なんじゃない、え、いや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 、ちょっとあっさりすぎるな。でここでお願い、おわ、あー、嘘、あっさりすぎる、いやー、しだからここで身体も取っている可能性もあったんですよね。あ、そこも取れず普通に通常の3ラウンド通常の 38.7% の振り分けを私は取りましたよと。うわ、ちょっと残念だな。さあということでね、先ほどの続き話させていただきます。まあ、スマパチになってその C タイム、まあ、クライマックスチャンスなんですけど、1回転で約、ね、19.1% で足獲得となるチャンスがあるんですけども、さあそれでこの C タイム発動条件が、5つございまして、まず1つ目がラムクリア後、そして2つ目がラッシュ終了後、そして3つ目が初回3ラウンド大当たり、まあ、通常大当たりの一部、そして4個目が、クライマックスチャンス失敗後の1324回転消化時、そして5つ目が、通常大当たり後の1万回転消化時、このタイミングで C タイム発動となります。
なのでね、まあ、初当たりの3ラウンドのこう 11.3% だけじゃなくラッシュ終了後などとかにもあるので、まあ、引き戻しのチャンスありますよと、まあ、その辺はすごくいいなという感じですよね、引き戻しがあるっていうのは。で、今回から搭載された、下パネルが点滅でチャンス、下パネル点滅したらチャンスで、その点滅した後に消灯すれば大当たりプラスラッシュ濃厚となります。あとはゴッドスターギミックが飛び出して回転すればチャンスなんですけども、ここにあるねこのギミックが飛び出してくる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 って時計回りに回転するんですけども、それが出るとチャンスですよと。で、逆回転で回ることもありまして、それがなるともっとなお激アツチャンスですよと。ちなみにこちらの台、まあ、リーチの法則がありまして、まあ繊維とに同じ技は二度も通用しないシステムということで、ゴールド系 SP リーチと、まあ、ハーデス系 SP リーチの法則で、基本的には、まあ、大当たりを挟むことなく同じリーチに連続して発展すれば超激アツとなるシステムがございます。なのでさっき私2回大チャンス来て、1回目が、まあ、ハーデス系 SP に行ってタナトス来ました。で、失敗しました、外れました。で、その後にまたね熱くまたリーチになって、そこで次アフロディーテだったんですよ、ゴールド系の。そこがゴールド系のアフロディーテではなくてハーデス系 SP の、またタナトスに行った場合はもう大当たり間近ですよと、超超激アツ、まあ、そういうね、法則がありますので、まあ、覚えてたら楽しめるんじゃないかなということで、ぜひその辺も注目してみてください。さあ落ちましたね、役物が落ちました。さあアップ中したんでこれ入りました、はい、マックスストックしましたので文字を、なので、またまた天魔流星予告入りました。いや普通だけどお願い、やった、よっしゃー、2回目です、早い、107回転目レオ覚醒、こちらでいきます。ハーデスが覚醒すればラッシュ取りますよということで、もう一発告知です、お願いします。嘘でしょ、ダメっぽい、嘘だったら C タイム取りたい、待って、うわっ、うわー、2回とも 38.7% 引くか。さあちなみになんですけども、こちらの台カスタムも、ね、ございまして、まあ、右のところに書いてありますけど、ノーマル、先読みチャンス、推しキャラ独占モードというものがあって、まあ、今のところノーマルでずっとやってきたんですけども、早速先読み入れちゃってもいいですかね。もう先読み来れば大チャンスですよという感じでやっていきたいと思います。ちょ待って、下パネ点滅しましたよ。ただこれ当該かな、そうですね、まあ疑似連してますよと。おお、佐賀さんが6点敗で、まあ、証ですね、6図柄転廃はハーデス系 SP 発展なら大当たり濃厚になります。でも今サンマ出てきたからゴールド系来そうですよね。さあ来ました、おお、天魔流星横帰りましたよと。うわ決めたいな、いい流れです。まあまあまあそうですよね。あ、佐賀にやっぱ行きました。オッケーオッケー。ただテロップは普通です。佐賀はいいですよ。一番チャンス。
ゴールド系 SP では一番チャンスキャラになります。いやでもなチャンスアップないんだよな。お願い、いける。おおおおおお、早い。62回転で、投資の方が全部で、8500円ですね。1万円使わずして3回の初当たり引いてるんですけども、問題はラッシュ取れるかどうかなんです。もうここはたくさん見たので。さあ次、じゃあちょっと選んでない行きましょうか。いや頼むよ。信じていいですか。あと告知、これシルエットが小中大って感じでこう出るんですけど、その法則が崩れればラッシュ濃厚になります。これが中でいいのかな。今のあ大ですね、やっぱ小中大です。お願い飛び立ってね、お願いします。いける。ねえちょっと待ってよ、せめて C タイム。ねえねえねえ、それはないぜ。お願い11番。おっ取ってた。さあさあ通常あたりの一部でいきますよということで、はい5分の1。あもう入って、へそにね一発入ると発動するんですけど、入ってたのでもう発動します。さあお願いお願い、決めたい。もうお願いします。おお成功できました。じゃあ行きます。まあでもはい、これでね初当たり来ましたということで、一応初当たりというか当たり引きましたよと。で、エリシオンラッシュ無事入りましたので、ここからは1500発か、3000発の出玉がもらえるんですけども、とりあえずモードが4つあります。まずはブロンズモードからやっていきたいと思います。まあ、とりあえず時短3回プラスザンホリオ1回の計4回で、約 3.02 分の1を引きますよと。でブロンズモードはコスモよっていうセリフをね、それが表示されれば大当たりとなりますよと。他に注目、おネクストなんで保留連しましたね。ひとまず次も取れますよと。さあはい、コスモよって出れば大丈夫ですよと。さあ早い、これも早い、この速さで1500玉ずつっていうのは早いかも。次はゴールドモードにします。日時計が消えるまでに告知が来れば大当たりですよと。さあ日時計がこれ4つで1回、おっ OK、 こうやってねゴールド選手が来れば大丈夫ですよと。ああよかった、嬉しい。ああ早い、素晴らしい。次は、冥王モードを選んでいきます。まあ、冥王モードはもうハーデスフラッシュ発生で大当たり、まあ、一発告知的な感じですよね。さあここです、フラッシュよ。扉が閉まる、うわー扉閉まっちゃった。でこのあとファイナルバトル、ザンホリュー1個分ですね、で入れていきます。でここでお願い、で保留貯めていくと敵が変わっていったりするんですけど、このままだと危険ですよと。お願い、ちょっと待って待って待って、危ないな。さあラダマンティスは一番ピンチキャラで、このあとボタン3回押すタイミングがあります。今どこか、先制、回避、立ち上がりっていう3箇所で、あーやばい、次に完成しないと。お願いしますお願いします。うわ、ただ一応最後にリザルト、ここでね5025玉、ここでボタン完成すればまた復活です。お願いしますお願いします。あないだ。さあそしてラッシュ終了後にあります C タイム、ここで引き戻せるかどうか。ほんと1回転でね19点、約 19% 引きますよと。
さっき成功しました。もう一度見たい、もう一度ラッシュやりたい。いけるいける、あー弾かれてしまった。やっと入ったラッシュなんですけども、万発取る予定だったんですけど残念ながら5000発、ちょっと思ったより出玉が取れなかったの悔しいので、まあ、またねもう一回狙っていくんですけども、さあただ順調にね当たりは引いてますから、ちょっともう一回早く当たることを信じて次こそはちょっと純粋に普通にそのままストレートにラッシュを決めていきたいなと思います。お、後半に発展しましたね。これでプチューンはするのか。さあやっぱ流星入りましたね。いって、あー、いやー悲しいお知らせです。残り10玉カウントダウンが入っております。3210、ということで私が食べた、約5000発の出玉飲まれてしまいました。さあついに2枚目となってしまいました。さあじゃあちょっと3枚目入れていきます。2万と500円。あれ沙織さんこれハーデスじゃん。めちゃめちゃチャンスですよハーデスは。ただねテロップタイトルが通常なんです。お願いします、これ決めたいです。さあドン、あーやっぱダメか。やっぱ何も挟むね、何も来てないですからね。いや当たるかな、なんかおー私が好きな入賞10ラッシュで先読みしてます。これはね期待度かなり高いので、高いと思うので、はい、外せないやつですね。先読みしてくれております。さあこの最後ですね。さあ記事3いきます。はい、いいです、一歩ずつ、いいよ、コツコツ。ああです、これフラッシュ入ってますってことはこれいきますね。さあもういろいろ重なってますね。ゴッドクロスもして、マックスストックになりました。天馬流星予告も入りまして、さあここからハーデス系スピンに行きます。誰が出てくるのか。同じ技は通用しないシステムが発動しました。これです、これです。そして、ね、赤デロップでまさかこれを見れるとはちょっと思わなかったんで嬉しい。はい、ありがとう。よし、やっと来ました。697回転目ですね。約2倍ハマり。はい、さあ投資の方は、2万と9500円。さあ行くぞ。問題の今日3回とも失敗しております。こんだけハマったんだよ。空気を読んでくださいよ。怪しいね、なんでちょっと、うわうわうわ
手、まあ、20% の方ですね、450玉の方を取りましたと。さあここから、ラッシュの方突入となります。あ、そうですね、冥王でいきましょう。さっきあの成功できなかったので冥王からスタートさせたいと思います。はい、3プラス1回計4回転で 3.02 分の1を引きます。でハーネスフラッシュ発生すればもう大丈夫ですよということで行きたいと思います。扉が閉まるまでにハーネスフラッシュ、そんなわけない。おい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 、勘弁してくださいね、本当にやめて、ね、やだやだやだ、このまま終わんのマジで無理です。お願い、ボタン3回お願い、あ、お願いしますね、ちょっと無理よっしゃマジで怖い私ちょっと冥王やめていいですか。もう成功パターンをお見せできてないんですけど、ちょっと私あんまり相性がよろしくないみたいなので、ちょ、一旦カウントダウンいきましょう。はい、危ないです、怖いです。はい、さあこれ3000が欲しいですけど、これ1500ですね。私これにします、ゴールド。よし、お願い、 OK。 あ、好き、これ好きかも、やっぱり私は。よし、来ない、3000来ない。あ、ここで来ないとダメ。まあ、さっきが5連とかでしたかね、なんでそれを超えたいな。さあ日時計赤かったりするとチャンス、頑張れ、おし、OK。 あー気持ちいい。さあでもやっぱ1万発は超えないと、一応ラッシュの期待弾数がね1万1000発くらいあるので、そこを超えないといけないなと。わー、やったー、取りました。これで炎の色がね赤かったりとか、まあ、これでまあネクスト分ですね。ちょっとね硬いんで、あ、3000じゃないでしょうか。気持ちいい、やったー、あてな学生3000ついに取りました。はい、もうプラス一気に行きます。嬉しい、やっぱラッシュで入れば強い。はい、から2つ目の1500。おお、でも早いな、やっぱり。よし、さあここからまた、よし、赤かったですね、日時計の日が赤かったですよ。ああいう違和感ね、あれは分かりやすいからね。でもいいよ、いいよ、いらっしゃい。おー、1万パーツ、おー、ナイス。よし、ネクストと、これネクスト取れてるの本当に心強いよ。こんなでかすぎますよ、だって1500ですからね。大丈夫、おいちょちょちょ、うよー、ギリギリ危ない。あー、しかもこれはやりました、3000です。イエーイ、めちゃくちゃ嬉しい、いい音。うわー、綺麗。1万5000発とかその節目になると1万円が入るんですね、綺麗なね。ちょっとこれから充電します。まだまだ出玉出ると思っているので、これから携帯充電しますまだまだ頑張ります。大丈夫、あら、やめてよ、本当フラグじゃん。いや、終わらせません、強気。うわ、手強い、
本当に変わんないな。そうラダマンティスでもでもさっき勝ったんで信じましょう。いやちょっと早いな、お願い、あーやばい。さあリザルトということで15,675玉リザルトでボタン、あ出ない。さあやってしまった、10連チャンで終了。そして、最後の引き戻し C タイムでございます。お願いします、引き戻してください。待って待って、おし、オッケー来ました、引き戻し成功。よしよしよし、よかった、嬉しい。これで1500発はもらえますよと、はあ、やったー、いいですね引き戻し、やっぱりねスマパチいいね、あのチャンスがあるっていうのはでかい。いやでもスマパチのちょっとね威力見せたいですね。大丈夫、おっしゃ、しかもこのカットインはちょっと怪しいんじゃない、そんなことない関係ない、あーないか、あないか、はあ、いいです、もう何だっていいよ、当たりはいいんだよ。さあ無事2万発を踏みました、美しい。お今回の1万円これまた美しい、わーありがとう。お音鳴りまし、音も鳴ったし赤くも鳴ったしということで、音でも感じて目でも感じるっていう、OK やりました、頑張っております。 OK 嬉しい、絵にねカットイン発生しまして、あーイエーイ3000でございます、お願いします。私4万発はさすがに出したことないかもです。では早めにちょうだい、 OK、 さあ来た、さあ3番さんついたということで50番わーしかも50番の記録を超えました。ボタン合体すれば OK、5万発を目指して頑張りましょう。おい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 、言った瞬間に嘘、待って待って、でも大丈夫、帰るよ、私は生きて帰る、よし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 、赤まで行って信じていい、大丈夫だよね、大丈夫と思いたい、
よし行きました。なんとかまだ私踏ん張っております。踏ん張ってるよ。そうそうそう、本当にそうです。これCタイムありきでねここまで行けてますから、Cタイムのあの引き戻しのおかげなんですよ。本当にスマパチだからこそありげた4万発超え。スマパチ宣伝部長として頑張らせていただきます。なんでここで引き、おー怖い。ちょっと落ち着いてやっていきます。さっきまでこう大興奮してたんですけど、4万5000到達です。枠が開いています。さあ 3.02 分の1。ちょっと待った、ちょっと待った、枠が開いています。なんか怪しいな、これ音大丈夫。お願いします。さあラダマンティスです。待ってね、いける。あ、さあ最後46,420、お願いします。あー30回で終わってしまった。いやでも、はい、最後にまたあるんですよこのチャンスが、Cタイムという。私はここで引き戻して、5万発を踏みたいと思います。気持ち強気強気、いける、いける、君たちならいける、いける、いける。あー羽かぶされた。いやでもですよ、すっごかったですね。こんなに大レンチャーしてくれるとは正直思ってもいなかったんですけども、とにかく早かったです。1時間経たずしてこれだけね腕玉取りましたし、台の仕様もしっかりとお伝えできたんじゃないかなと、楽しいところもお見せできたかなと思いますので、本日の実践はこれにて終了したいと思います。それでは結果、最終的な結果はエンディングでということで、ありがとうございました。実践終了、お疲れ様でした。ということで、本日の実践非常に楽しかったわけなんですけども、スマパチ第1弾のね聖夜ということで、まずは結果の方から発表していきたいと思います。投資の方が全部で29,500円、そして回収の方が42,723玉、大勝利です。信頼は神パチ、そして私のもう個人出玉としても最高出玉じゃないでしょうかというね、素晴らしい出玉だったわけですけれども、やっぱり、Cタイム最高でした。そのCタイムでの引き戻しがねあって、それだけの出玉が取れたっていうことなので、まあ継続率もトータルで約 85% あって、しっかりとねそこを生かした出玉を作れたんじゃないかなと。でね、やっぱりあの右打ち中、その出玉の方も1500玉で 5% で3000発があるって、その基本1500発取れるっていうのが、そこが本当にありがたいなと。はい、そこの出玉がやっぱ強いので、はい、しっかりとね大きい塊となって出てきてくれたという感じなんですけども、まあ、これからもねスマパチ結構触れていく機会多いかと思いますので、今回の記録をしっかりと越せるように、はい、頑張っていきたいなと思います。今回非常に楽しく実践の方できましたので、ぜひとも皆さんも、聖夜の方打ってみてください。ということで本日はこれにて終了です。皆さん見ていただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。